国立中央博物館は、大韓民国にある文化体育観光部参加の国立博物館。ソウル特別市た津山区に所在する。本館は、東館と西館で構成され、約9万2千坪の敷地内に、長さ404メートル、地下1階。 地上6階、延べ面積4万1469坪、全体面積8100坪、という世界でも、有数の規模を誇っている。また、子供博物館や、野外展示場、企画展示室等も別に設置されている。1月1日と毎週月曜日を休館日としており、毎月第4土曜日は、無料で入場することができる。 敷地内に設置されている劇場、竜では様々な公演が催されている。約41万点以上の遺物を所蔵し、その内約1万5000点が展示されている。国立中央博物館では、ダン君が建国したとされる古朝鮮について、歴史上、朝鮮半島に誕生した最初の国家だったと説明され、館内表示には古朝鮮は、 紀元前2333年から紀元前108年まで続き、中国の主要王朝と互角に渡り合えるほどの勢力があったと書かれており、史実であるとしている。この証拠として、聖堂の探検や陶磁器など、古朝鮮時代のものとされる遺物が展示されており、この時代の朝鮮半島に人の営みがあったことは事実と主張している。しかし、細部については、 その真偽を問われており、政治的な意図によって歪められていると歴史学者は指摘している。この時代の朝鮮半島に国家と言えるだけの規模があったかは信憑性を問われている。ありがとうございます。